このカメラだったら自分の心も人の心も心までも撮れるなっていう、そんな気がして、新たな写真家の出発、第二の出発だったと思いますね。最初ライカがデジタル出すって聞いた時、なんかちょっと裏切られたような気も、M がデジタルになるって時裏切られた感じがしたんですけど、これ出来上がったプロダクトを見た時にライカだっていうか、M だ、哲学は何にも変わってない、彼女はプロのカメラマン、カメラマンだった、インスタで。でもそれでハーミーさん知らなかったんですか、その 顔は、ね、顔は、こんなハンサムな人っていう顔してましたかね。さっきからすみません、ね、あの冗談まで、ね、本日はこうして対談させていただき光栄でございます。いやこちらこそ光栄でございま ます。もう本当に巨匠薫堂さんと、また巨匠は2人のハービーさんじゃないですか。いやとんでもないです、もう恐縮です。しかもライカをテーマにね、こうやって語り合えるっていう。そうでね、先ほどね、はい、ストラップがこうなってたらね、はいはい、こう足に引っ掛けたらやばいじゃん、だから必ずこうしとくって私の癖なんですけど。なるほど、うん、そうなんです。小山さんの、はい、これがなんとくまモンさんがプリントされてる世界で唯一無二のボディがこちらと、はいね、でこのレンズがアポズミクロン 35mm というね。私はこれノクチルックスを最近ここ数年、はい、ずっとこればっかりですね。最近結構ねこれによる作画でなんか、え、僕ってこんなに写真うまかったっけかなって思うようなね絵が撮れるの。なんかこう被写界深度が浅いじゃないですか、はい、で手前向こうボケますよね、はい、それでピント上がったとこが浮き出してくる、なんかね今までになかった感じでね、ちょっとなんつうんだろう、目から鱗みたいんで、でまあ騙されたつもりで買った F1 で撮った、はい、その効果たるやね、ああドラマチックだって思って、いろんなものをもう一回撮り直した。考えますと小山さんとの最初の出会いっていうのは私が覚えてる限りなんですけど、はい、小山さんがもう二十何年来、はい、FM 横浜の土曜日の午前中に、はい、フューチャースケープという生番組をやっていらっしゃる、はいはい、そのゲストに呼ばれたのが最初の私は出会いかなと思って。 それ合ってますか。合ってます、合ってます。あの時はライカのいつだか覚えてないんですけど M6 がそろそろ M7 に変わるっていう頃だったんですよね。でまだ M7 は発表されてなかった頃ですから、うんうん、90何年ですねきっと。ね、そうだね、でなんで僕をゲストに呼ぼうと、なったんですか。いやそれは憧れてたからです。なんか雑誌で私の写真を見た、それとも私がまるにもいい男だったからとか。いや雑誌で見た云々じゃなくて、やっぱり、ハービー山口さんという人はもう代官山の同潤会の写真集とか、いろんな作品を見て知ってましたし、それは光栄です。どういう人なんだろうと、そういう興味で、なるほどね。でディレクターがご縁があるんでお呼びできるかもしれませんというので、いやぜひそういう方に来ていただけるんだったら対談をしてみたいと言ってラジオに呼んでいただいたのが最初でした、はい、で僕がその印象に残っているのは、初めてお会いした薫堂さんはもうさまざまな文化に貢献されていろんなイベントを立ち上げて、まあ、目覚ましい活躍をされているので僕も光栄だったんですけども、私がどういうふうにして写真撮ってるんですかとか、はい、本番中聞かれるわけです、はい、生本番中、はい、でこうだあだって言うとね、メモってるんですよ、はい、それがすごいなと思って、でメモってるから本番中なのに返事が曖昧で、はい、はい、とか言って番組が続かなくて、アシスタントのただ聞いてるだけで、で柳井真紀さんが慌ててこうですこうですって進行してくれたっていうのを覚えてて、 でもこれはやっぱすごいと思ったし、吸収しようとする姿、世間話で終わるんじゃなくて、はい、ああそうなんだってこうメモっとく、それがやっぱすごいこういう活躍される方のエネルギーとか
生き方っていうもんなのかなって非常にこの印象深かったですよね。あ、うん、僕はあのその少し前からライカを使い始めてたんですよね、うん、でそのきっかけって何かあったんですか？きっかけはね、うん、あの一緒に番組を作ってたテレビのディレクターが僕よりも十何歳、うん、二回りぐらい、あ、一回りぐらい上の方が、うん、3F をバルナックの、ね、持ってたんですよ、うんうん、でライカでもライカって高いですよねって聞いたら、うん、いや、こういうこれだったらまだ手に入りますよって言われて、うん、確か20万ぐらいだったと思いますけど、うんうんうん、あの買ったんですよね。で撮ってみると確かにいい雰囲気、味がなんかあって、ただフィルムの装填がすごい面倒くさかったりとか、こう切らなきゃいけない、ちょっと細いところ長くして、でそういうのが面倒くさいなと思って、それでやっぱり最新式の欲しいな、 M6 っていうんだで何度かカメラ店に見に行って、で手に取るんですけど重いじゃないですか、うんうん、でうわこれ重い、うわしかもレンズも買わなきゃいけないし高い重い、うんうんうん、で2度ほど3度ほどお店に行って買おうと思って行くんですけど、うん、最後のこう背中を押してくれる人がいなくて、うん、買わなかったんですよね、うん、でそういう時にハービーさんが M6 を持ってラジオに来て、うんうんうん、でもうすでにあのちょっと色がはげてて、うんうん、でもものすごくこう手に馴染んで、うんうん、職人の道具をちょっとこう触らせてもらったみたいな印象があって、うんうんうん、うわこれやっぱり持って歩くといいな、うん、この楽とか不便とかそういうものを超越した職人にとっての道具っていうのはこうあるべきなんだみたいなお手本を見せられた感じがして、うん、よし買おうと思っていて、でしばらくしてたら M7 が出るっていうリリースが出て、で M7 を買って次にハービーさん会った時に自慢したんですよ。なるほど、買いましたよ。そしたらハービーさんはうわ悔しいって言ったんですよ。まあそのライカを求めるっていう動機っていうのは人それぞれあって、私の場合は振り返ると33歳で初めてライカ M4 をイギリスに住んでた時代に買ったんですね、はいはいはい、その5年前にイギリス人の知り合いの仲間がみんなライカだったんですよ。一度借りて、当時初めての海外公演にいらした市川猿之助さん、はいはい、今市川猿翁さんの舞台を撮る仕事をしていて、その数日友達のライカ M3 に 50mm をつけて猿之助さん撮った、現像したなんかね質感が違うわけよ、空気感が、布は布らしく、肌は肌らしく撮れてて、はい、わーすごいこの描写力は、うん、で買いたいと思って5年間、3色を 2色に切り詰め、家賃を、払わないでいい空き部屋に向こうのイギリス人たちと住んだりして、で5年間貯めて買ったのがM4 のブラッククロームにズミクロン 35mm と、それを手にした時の喜びは想像以上に大きくて、このカメラだったら自分の心も人の心までも撮れるなっていう、そんな気がして、新たな写真家の出発、第二の出発だったと思いますね。最初に撮った1枚とか覚えてますか？持って帰ってホブ、イギリスのロンドンから電車で1時間ぐらいのところにライカの店があって、はい、そこで中古買ったんですけど、フィルムを2本ぐらいおまけにもらって、イルフォードかなんかして、多分ビクトリア駅まで行く車中を撮ったかな、でもその根が残ってるはずだから、今おっしゃったように、初めてのライカ M4 で撮った最初のショットっていうのは、今から思えばそれ見つけたら貴重ですね。貴重ですよね。1983年でしたね。薫堂さんにライカの魅力を一言で話してほしいんですけど、まあ、使ってみなきゃ分かんないっていうのもあるでしょうけど、例えば車っていうのはタイヤ4つついてて、エンジンと、まあ、ブレーキがついてれば、あの軽自動車もあればロールスロイスもあるわけですよ、でカメラもフィルムか、レンズ、シャッター、受光素子があればカメラの体をなすと、
そして車で例えれば、じゃあ軽自動車じゃなくなんでロールスロイスなのかと、その辺なんかこう、まあ、それで言うとですね、確固たる哲学があると思うんですよ、いいですね、確信に来ましたね、いいですね、哲学があって、その哲学がなかなか揺るがない、こう時代の、あのトレンドであるとか、流れみたいなものにすぐにこうすり寄っていかないというか、でものすごく慎重に本当だからよく僕は M8 出したなと思ったんですよ、あのデジタルになった時にデジタルになったまずデジタルになった時に今までと形、まあ、厚みこそちょっと厚くなりましたけど、この丸いとこはね、踏襲してここちょっと厚くなって、でも裏蓋から、フィルムの代わりに SD カード入れるとか、あと基本的なダイヤルみたいのも変わらないし、今までマウントも変わらないからね、でレンズも使えるし、そうですね、なんかその感じがまずすごいなと思ったんですよね、最初ライカがデジタル出すって聞いた時なんかちょっと裏切られたような、M がデジタルになるって時裏切られた感じがしたんですけど、これ出来上がったプロダクトを見た時に、ライカだっていうか、M だ、哲学は何にも変わってない、なるほど、哲学か、さすがいい答えですね、まあ、その哲学ということで私の頭に今挙来したのが、2014、15年かな、ライカが100周年の記念の年に、大きな写真展と本当に分厚い写真集を作るというアンガドイツで、そういうプロジェクトが始まりました。Eyes Wide Open、目を開け、100 Years of Leica Photography、100年のライカって。で、こんな分厚い写真集とヨーロッパをずっと巡回する大きな写真展をドイツのウェッツラーで発案された、その時に日本からも数名、その中に私も入れていただいて、ぜひあなたの写真もちょっと見せてほしいから。で私はロンドンのちょっとこうミュージシャンが写ったようなやつとか、それから2011年12年に撮ってた東北の津波地震によってダメージを受けた町、そしてそこから這い上がって生きようとする人々のポートレートをまとめた一冊、それも初めて行ったのは小山さんと渡辺健さんと私と数名でね、あの発生から何週間後行ったんですけど、それをまとめた写真集もベッドに送った、それで編集が済んでハービーさんの写真を何ページかで使いますよと、で僕は多分その有名なイギリスのミュージシャンなどの素顔を撮ったやつを選ぶかなと思いきや、それは一切選ばず、全部東北の震災関係のポートレートを選んだ、まさに日本人の写真家であるあなたが世界に残したい作品は、ロックミュージシャンのポートレートではなく、日本の人たちがこうやって災害を受けながらでも力強く生きていくその姿を世界に見せたいでしょ、と言わんばかりにセレクションが決まった、まさに人道的な売れ線ではなく、それでそのカウフマンさんという社の主と書きます、は昔は教育畑にいた方で、人間学っていうかな、生き方はとは何かっていうのを研究されている方なんですね、でまさに哲学という言葉で、薫堂さんの哲学という言葉で2014年の Eyes Wide Open 100 Years of Leica Photography の僕のセレクションを思い出しました、そういう哲学がバックアップにあると非常に使う方も、非常になんかちょっと立派になったような気がしてそうですね、はい、昨日中目黒を歩いていた、で女の子が歩いて坂から、赤いのがちらっと見えた、あ、ライカをこの子持ってるんだ、で近づいてくるとこライカ Q2 なわけよ、で思わず、君ライカ使ってんですか、はい、であなた誰みたいな感じ、でプロなんですか、はい、あ、私ハービー山口と申します、嬉しい
ってこうなって、ええ、じゃあハービーさんちょっと私の急通で撮らせてくださいって、その彼女はプロのカメラマン、カメラマンだった、インスタで、でもそれでハービーさん知らなかったんですか、その顔は、ね、顔は、うん、こんなハンサムな人っていう顔してましたかね、さっきからすみません、ね、あの冗談までね、でそこで私の写真をパッパッって撮っていただいて、はい、もうあのインスタに載ってました、うん、それもライカが つないでくれたご縁なんですけど、あの喜んでましたよ、僕が声かけて、でヨーロッパなんかでもそういうことが多々ありまして、はい、あなたもライカで、海外の人が日本に来て渋谷だ原宿だにいらっしゃると、あなたもライカ、はい、私もっていうんで、随分とライカを持ってる同士の、交流が瞬く間にできると、でそこでお互い の意識の中には、あ高いカメラを買って撮ってる、そこまでの覚悟があなたにあるのかっていうのがすぐ認識できるわけだよね。そうすると何か話したら面白そうな話題があるんじゃない、そこまであなたは覚悟してカメラ下げてんのねと、そこまでの高いものをね、だからライカがつなぐ縁っていうのが随分ありました。ハービーさんは今モノクロームとノクチュを、うん、ね、この組み合わせじゃないですか、うんうん、ライカが好きなものあげますよ、うん、好きなもの使っていいですよって言われたら何を選ぶんですか。鋭い質問ですね、まあ、最新の M11 と、どうですか 0.95 ですかね、 0.95、ね、あ、いやこのノクチュの、ね、F1、それからまあ 0.95 あります、まあ、復刻版の 1.2 もありますが、はい、その明るい絞り、被写体振動が極端に浅い、それのなんかね、なんていうんですか、グルーブっていうのかな、それに随分一本だけ残すっつったら野口残すかな、どうですかね、一本だけ残すっつったら、僕はアポズミクロンの50mm、はい、シャープですよね、すごいシャープですよね、35ミリでマクロが撮れるっていうんで、うんうん、35いいなと思って買ったんですけど、うん、そうですね、でもこれ今何年待ち、3、4年待たなきゃ入んないってやつでしょ。 そうなんですか。で僕いつもそのこれで D で撮ってるから、うん、だからファインダーがない、スクリーンがないスクリーンがないから、うんうん、見れない、見れないんですよ、うん、それでほとんどこのまあ携帯に送れば見れますけど、でほとんどこれが自分の中で使えてなくてですね、うん、被写体振動が浅いやつは、うん、ノクチュ僕も買ったんですよ、うん、1.2 のね、復刻をね、はい、復刻のやつ、ピタッと決まるのが難しくないですか、うんうん、本当に神業です。あれって自分では絶対ピンと合ってると思うのにずれ、まあ距離計とのずれもあるからまめにちょっとチェック、やっぱそれはなんか癖みたいなのがあるんですかね。ええ、前ピンの傾向でも合わせてもらえるから、またはビゾをやるか、またはLV でスナップでやってもピーキングで赤いの出してやるとか。でもそう考えるとやっぱりモニターがついてるやつじゃないとダメだってことですかね。そうだね、このノクチに関してはそうなのかもしれないね、そうするとピーキングで来るから、でもこのズムアールは私が貸したズムアールを、はい、そうです、これ15年ぐらい前に貸したやつを、はい、お借りしたまま、うん、でもこれはねそんな高くならないよね、ズムアール数があるからね、はい、これまだ返さなくていいですか。 いいです10万以下で買えますよね。レンズっていうのは画家で言えば筆のようなもんだと思うんですね、はい、キャンバスがあって、はい、細かい髪の毛を描くときは多分細い筆でこう硬いんで描く、うん、でちょっと雲かなんかぼかして青空を描きたいときはちょっと太い柔らかい筆でボッボッボッと描くと、うん、それを一本の筆で描くっていうのは一本のレンズしか使ってないみたいなもんで、うん、相対する被写体とどういうイメージでっていうときに筆の種類を変えるがごとくレンズを変えるっていうのは当然ありですよね、うんうんうん、
そうですか。じゃあアポ済みの50ミリを持っていく、はい、が僕は一番、まあ、実際使うんで、50ミリが一番素直な画角と思うんですけど、ワイドよりか、はい、うん、これね面白くて、年齢に比例するっていうよく言われて、20代30代の頃は28ミリとか24ミリが好きで、50歳60歳になったら50歳になったら50ミリが好きでとかね、でも僕もね70を超えてやっぱ50ミリが好きかな。最初のライカの、先ほどのライカ M4 は35ミリとか一緒に買ったんですけど、でも何を撮りたいっていうのはどういうふうに割り出してますか。僕はですね、うん、一番やっぱ多いのは、うん、ハービーさんってこう、うん、今日もタクシーの運転手さん撮ったみたいな、うん、そのセレンディピティであるとか、うん、偶然を撮るでしょ、うんうん、僕はあの今日一緒に会う人を撮りたいんですよ、うんうん、例えば今日食事をする人、うんうん、撮ってあげてそれをプレゼントしてあげたいなとか、うん、だからプレゼントをするために撮ってる、うん、あるいは自分の部屋に飾るもの、インテリアのために撮ってるって、この2つしかないんですよ、うん、プレゼントするって、私は何で撮るかっていうと、まあ少年の頃のその僕病気をしていて、コルセットをしてずっと体育もできないで中学ぐらいまで来て、友達がいない美少年だったわけですよ、はい、トリエといえば美少年ですよ、はい、いや本当そうですよね何今言ったんですか。いやいや、で若い時のハービーさん見たら本当かっこいいじゃないですか。いやいや、それいや今がかっこ悪いって言ってるわけじゃなくて、キャラがちょっと違う若い時。それでだからね、本当に沈んでたんですよ、僕には未来がない、命も長い命はないだろうと。で10代の半ば頃、健康診断でお医者様が、もうだいぶこの骨も固まってきたんで、そんなに無理しなきゃ生きていけるでしょうって言われた時に、生きる希望っていうのを感じた10代の後半、じゃあその生きる希望を感じた時の喜び、それを写真撮ればいいんじゃないかと、そうするといろんな人に出会って仲良くなった、優しい瞳を僕に投げかけてくれる、撮っていいよって言ってくれる、みんな嬉しくて喜びながら友達になれた喜び、うん、友達がいなかった時間がすごく長かったから友達になれた喜び、そのうちに撮らせてくれる人がいるから僕の写真が成立するんだっていう、撮らせてくれる方への感謝で、それをやっていくうちに、あなたの明日の幸せを祈ってシャッターを切りますっていう気持ちになる、そうすると感度のいい人はそのバイブレーションが伝わってますますいい写真になり、有名なミュージシャンはなんか素顔っぽい顔になるし、よそ行きの顔じゃなくなると。でそれを見た人が、へえいい顔だ、あの雑誌に出るロックのおっかない顔とは違って、なんか本当に優しい顔をしてるんだこの人はっていうような声が聞こえる、で人柄が出てますね。だから僕も幸せになったし、彼らも幸せになった。それがこう何十年も続くと、意外と撮った方がこうビッグになっていくようなきっかけの一つになってるみたいなとこもあって、うん、人様の役に僕が立てるなんて、まあ、病気で体育もできない少年が足手まといでしかなかった人間が写真という手段を手に入れて、人に希望を与えるようなことで役に立っているっていう人間まで変えてくれたのは写真があったからっていうね。それとまあイギリスに10年近くいて、最初の記念は一度も帰ってなかった、まあ、それもあの就職試験は全部落っこって企業に勤められなくて、ロンドンに行った。でいろんなこうパンクスに揉まれて、生きる自分の線路を見出したっていう、ライカに出会ったっていう、でまあ一言で言えば世界平和ですかね、うんうん、でもそれで言うと本当、うん、ハービーさんは、うん、あの内気でナイーブな少年だった、うん、その人がライカを持って写真を撮ったことで、うん、新しい希望、自分の希望を見つけて、うん、でもそれが憧れとなって、うん、で僕みたいなまた人間がそれを真似して、うん、ライカいいなっつって撮り始めて、うん、で今度
僕のね運転手をやってた左官、うん、挟戸純平っていう、うん、挟戸周平の息子なんですけど、うん、で左官3年間僕の運転手やってたんですよね、うんうん、で辞めて、うん、また左官に戻る時に、うん、あのボーナス上げる、うん、あの旅立ちのねボーナス上げるから、うん、お前何買いたいのって聞いたら、うんうん、ライカが欲しいですって言ったんですよ、うん、だから僕は M級のボディだけあげたんですよ、うんうん、で彼はレンズを、うん、まさにマップカメラでレンズ、うん、買った、あの買ったんだ、うん、買えるギリギリ、うん、なんかズマールの35かなんかだったような気がするんですけど、そういうのを買って、うん、で撮り始めて、うん、でまた、うんうん、ズマールがねこれ50、これはまあ古いレンズだからね、ズミクロン、ズミクロンだね、うん、ズミクロン、ズミクロン、うんうん、ズミクロンの35かな、で、まあ、一番使いやすいかもしれない、撮り始めて、でいい写真撮るんですよ、また、うん、で彼はまたそれでいつもまたカメラを持ち歩くようになって、うん、新しい趣味ができた、うん、で最初のデジタルだった M8 はまた別のうちの北海道にずっと駐在している社員が、うん、ライカ欲しいっていうんで、うん、あのレンズ付きで売ってあげたんですよ、うん、20万かなんかで売ってあげて、うん、で彼がまた北海道の自然を毎日撮ってインスタに上げたりするんですけど、それをまたね今までとは違 う, こう人間性が変わってきたんですよね彼の。だからハービーさんのおかげでこういろんな人に伝播していくみたいな、カメラが人を育てましたかね、育てる、 そんな感じありますね。素晴らしいですね、2013年ぐらいですかね、宮城で高校生相手にワークショップをしてた、うん、その時私は、ライカの CCD の、ライカ M モノクロームっていうのを使ってたんですね、うん、でそのある高校生の写真部の部長だった女の子が写真家になりたい、で今ハービーさんが胸にかけてるライカをいつか私も買って写真家になりたい、で高校を卒業したら就職してライカを買うんだ、その話をそのミスター・カーグマンさんが来日の時にお食事の席でしたら、その女の子にライカを1台私からプレゼントしたいとおっしゃって、非常にいい話だと、うん、で彼女を宮城から東京呼んで、うん、銀座のライカ店で授与式をした、これで人を取ってくださいね、また学びの場所に戻ってきてくださいねっていう感じでね、授与したんですよね、でその作例をあのよこせたなんだとか一切言わずもどうぞってね、その子今どうしてるんですか、ね、ちょっと連絡してないですけど、宮城の人で電話して連絡してみましょうかね、うん、気になりますよ ね気になりますよ ね、うん、そのね、でしかもね普通だったらいい話だからマスコミかなんか呼びそうじゃないですか、うんうん、全くそんなこと考えもしないのね、ライカっていう会社はこれをその宣伝にしようなんて、僕がたまたまどっかの新聞社の記者にその前日会って、明日こんなことあるんですよって言ったら、うちで取材したいっていうんで、その一社だけ来てヤフーニュースにその人が流して載った、じゃなきゃ誰も世間様は知らないことなのね、それもまたね随分と人を育てるためにその子にライカをあげようと、130万ぐらいですよ、うん、だすごいなと思って、人を育てるのが第一というね会社、うん、まあ今の北海道の方がやっぱライカによって育てられたっていうのにちょっと思い、それを聞くにあたり思い出したんですけどね、うん、これからはどんな写真を撮っていきたいですか。これからは何でしょうね、その表現者として、まあ、イベントもなさるし、今度の万博とかのプロデューサーですか。そうですね、それで言うと、ね、あの今人が物を食べてる顔っていうのを集めようと思ってまして、うんうん、人が物を食べてる顔、食べてる、うん、あ、まあ、今回命輝く未来社会のデザインというテーマなんですよね、うん、命輝く未来社会、まあ、命って何だろうを、うん、一人でも多くの人に考えてもらう、うんうん、で僕のパビリオンは食べることを軸にしながら命を考える、うんうん、でやっぱり食べるって最も命を紡ぐ
根本が一番大事なねじゃないですか、うんうん、でやっぱ食べてる人がものを食べてる顔って、うんうん、いい顔いい顔も、うん、いい顔もする人もいるし、うん、切実に食べてるあシチュエーションによってね、人もいるし、うん、なんかこう、うん、人生をものすごく、うん、象徴している象徴しててそれをこうブワーッと並べてるような部屋を作りたいなと思ってるんですけどね。うんまあ、私はまあ依然として人間の素のなんか表情の美しさを撮りたいですかね。で例えばこの錠剤を飲めば全て健康になり精神的にも肉体的にもっていう魔法の薬があったとするならば、この一枚を見たら悪い人もいい心を取り戻し、そして明日への未来にもう一回生きてみようと力強く思う、そんな効き目のある一枚を撮りたいですよね。すごいですね。それはまだ撮れてない、まだ撮れてないですか？まあ、いろんな、ね、工夫はして、何年か前京都のライカで小山さんも個展やったけど、僕もねこう世界で撮った場所も時代も違うけど、ベトナムの線路と日本、これはあれですか、撮った後に自分での作品を見ながら、何年も前の、面白い、東京で窓から顔出してるおばあちゃんで、はいはい、道が続く、フィンランドのユースホステルで女の子が同じように顔出してて、向こうに道が続いてるっていう共通点で、結局人間は時代が変わっても日本でも海外でも同じことをして生きている人間同士なんだということをこう感じる、これ写真展でやったんですか、この企画。そう、京都ライカー でもう一回やりたいと思って、でこの人間とは何かっていうのを、ね、炙り出すっていうね、こんなこれをもう一回広げたいなと思って、でこれ意図的に似たようなのを撮ろうとするとやらしくなるから、偶然に撮れたのを発見するのが面白い、老夫婦が手つないでる、老夫婦が手つないでる、つい、うん、ペア、うん、まあそんなんで、まあ人間が記憶もう一回生きてみようって思うような写真が撮れたらいいなと思いますね。いやでもハービーさんのいろんなお手本にさせていただいてますけど、僕にやっぱりまず決定的に足りないのが、撮った後の写真の整理編集がやっぱできてなくて、もうただ撮ってそれを今だったらライトルームにバーって入れてるだけなんですよね。まあ、私もハードディスクに入れてるだけっていうカットもあるけど、でも仕事量がね、工藤さんは僕の10倍ぐらい、こっちやり、この企業のこれをやり、あれやりってやってるから、で僕は専任の写真家だけど、ほっぽり出しにしてあるデータもあるわけだから、それはいつかだよね。これデータは整理して、データはやっぱりハービーさんも週に1回整理するぞとか、そういうのを決めてるんですか？いや決めてなくてね、あの時あったかなって遡って、あこれこれっつって、ローデータと JPEG とこっちのホルダーに移したりって、なんかこのペアになる、これになりそうかなっつったらこう探すみたいな感じでね。僕もちょっと無計画なところです。あ、そうですか。じゃあ、うん、ものすごい初歩的な質問ですけど、 SD カードは消すんですか、うん、そのまま持ってるんですか？消します。あのやっぱ消す、フォーマットしちゃう。あ、そうなんですか。でハードディスクに入れて、やっぱ入れるんですね、うんうん。僕なんかこうあれを消せないんですよね。もったいないっていうか、写したとしても、写して持っておきたい。写しても かつ SD コード、まあ、じゃあ SD カード何枚も持ってるんですか？もうすっごいたくさん持ってます。僕20枚ぐらいしか持ってないかもしれないよ。そうですか、うん、でハードに写しちゃったらもう空にしてもいいですよね、うん、と思うけどな、うん、ネガも僕なんかいっぱいあるよ。で最後にほら、はい、ネガもっていうことで、僕の知り合いのマグナムの写真家でジョセフ・クーデルカさんという人がいて、はい、チェコ生まれで、はい、1968年にこの当時のソ連がプラハに戦車で攻めてきて、社会主義になっちゃった、それをこう撮ったんですよ、でロバート・キャパ賞ってもらうんですけど、はい、今でもマグナム80何歳、はい、でイギリス時代から知り合いなんですよ、私の部屋に泊まっていったぐらいの、その人の名言ですよ、写真も人生もネガをポジにするものだよ。
ほー、なるほど。いいでしょ、うん、それを最後に。へー、まあ、明日の幸せを祈ってシャッター切ろうではないですか。薫堂さんはまれに見る記載でいろんな発想をされるから、食から文化からいろんなアイデアね、だからまあ写真は一つの分野、たくさんのうちの分野、僕はまあ写真家が9割ぐらいだから、それでまあいろんな発想も思いつくんだろうけど。じゃあハービーさんに最後に質問していいですか。ハービーさんにとってM 型ライカとは何ですか。はい、究極の、まあ、私の目の延長、心の延長なんですけど、やはり、まあ、ある程度マニュアルなところ、アナログなところが残っていることで、 よりダイレクトに自分の感情が伝わるから、全て例えばブレ防止で全部その自分のミスを機械が吸収しちゃうんじゃなくて、ミスったらミスっちゃうっていうところが、アナログなところがよりダイレクトに自分の心をシフトできる形かなって、 M が、もう心そのものみたいな感じなんですか。そうなんですよね、僕の分身みたいな。寝てる時も枕の横に置いてありますからね。へえ、すごい、やっぱそれぐらい愛を込めないとダメなんですね。で、僕もラジオ番組やらせてもらってるじゃない、必ずライカは1台マイクロフォンがある机の上にこう置いてありますよね、これがないとなんか寂しくてしょうがない。まあ、野球選手だってバットを置いてベッドの横にあるんじゃないですか。薫堂さんは M 型はっていう、何かっていう と、うん、とパッと頭にひらめいた言葉が、実家。うまい。なんか天草の、はい、実家って変わらないじゃないですか、変わらなくて、それで時々帰ると、あれいつの間にこの冷蔵庫買ったんだろうとか、ちょっとずつなんか進化してるんですよ。進化していく、かつ自分が使ってた机が残ってたり、部屋が残ってたりするって懐かしさもある、原点もあるし、ちょっとした進歩もある、あと居心地が良くて、名言ですよ、ライカ M は実家。ありがとうございます。ありがとうございました。